昨夜大阪上空に大寒波到来ということで、気温マイナス15度の中お届けしております、なにわのヒムロックです。おっすおっす。いやー寒い。もうこういう日に自転車で来たらね、もう手先が手袋してももうねすごいですよ。皆さん風邪などひかないようにしてくださいね。今コロナも大変ですしね。はい、というわけでいつものお店にやってきてるんですが、まあこの天気ですし、この気温ですし、お客さんも本当にね寒い状況と、うめえこと言っちゃった。というわけで早速ディスクアップ実践いきたいと思います。もうシャインばかげてるやつらの言いなりさ、誰も彼も皆ならせいじけることにいつから慣れたのさ、セオリー通りじゃとても止まらないぜ。いやもうこんな状態やったらもう台選びもクソもないと思うんで、打ちやすいいつもの台で角台でいきたいと思います。おっす。どういうことこれ、さっきのスイカってこと、そういうこと。そうかいそうかい、そいつをいただこうとするか。Ladies and gentlemen. て。and gentlemen. Everybody dance, ladies and gentlemen. わからんで位置かもしれへんしね。まあまあもうちょっと打ってみます。いやもうねアホですわ。もらいます。実戦終了ということでお疲れ様でした。試合に勝って勝負に負けた感じですね。はい。いやーかなりきつかったです。ストレスが半端ないです。一気に出て、それで最終的には1000枚以上飲まれたんか。えぐいですよね。ほんまもう平気な顔してね、1000枚ペロッといきますからね、ディスクアップは。まあ、やっぱりね、回せ回せっていう人ももちろんいますし、その考えももちろんありとは思うんですけど、やっぱりね、目標3枚数出たらスッとやめるのがいいかもしれないですね。まあ、5、6あるんやったら話別ですけど、1、2なんであっても。あっても2なんでね。そう考えたらやっぱりね2000枚プラスになった時点でやめた方が良かったなっていうのは思いますね。というのも前回の動画でやっぱ2000枚負けてるんでね、やっぱりあそこでやめてたら前回の分も一応取り返せたっていう形になるんでね。まあいろんな考えありますけどね、目標数値あるいはもう人並み超えた段階で設定判別をかけて、これは56ないなと思うんであればいつでもやめていいんじゃないでしょうか。そんな風に思いました今日この頃です。はい。まあそんなわけで、今日はもう帰って浴びるほど酒を飲んでふて寝したいと思います。お疲れ様でした。グリさん見てくんな。ご飯食べたがあげへんで。じゃあ何喋ってんの？バイバイ。ありがとうございました。